日本は IPA ミトユースに採択された開発中の漫画制作ソフト。本ソフトは一般的な漫画制作ソフトのようにペイントソフトから発展したものではなく漫画設計支援システムと称しているようにカナダドルソフト由来の漫画制作ソフトである。箱館工業高等専門学校の小林ゆかにより開発中の漫画制作ソフト。 本ソフト開発プロジェクトは IPA 未登ユース2004年度に採択され、開発者は2004年度天才プログラマー、スーパークリエイターに認定された。コミックストディオなどの従来の漫画制作ソフトがペイントソフトとして漫画作品の仕上げ機能の充実に注力しているのに、対し本ソフトはネーム作成など上流工程のサポートに特化した構成になっており、 既存の商業漫画作品の統計データをもとにしたページ配分、自動小回り、構図の提案機能を備える。2010年8月15日現在、このソフトのアイディアの一部をもとにした漫画コミュニケーションシステムベータ版がウェブアプリとして開発者が所属する株式会社テクノフェースより公開されている。ページ配分や構図の提案を含めた自動小回りが 本ソフトの中心となる機能で、そのバックには膨大な量の既存の商業漫画作品のページ配分などを集計したデータベースがある。このデータベースをもとに、シナリオにマッチした最適なコマ割りを自動的に作成することができる。ユーザーはジャンルごとに最適化されたコマ割りパターンを選択できるほか、特定の作家のスタイルを模倣した作品を作ることもできる。 自動レイアウトされた小回りをマニュアルで編集する機能が計画されている。ただしこれは補助的なもので IPA 未踏ユース2007年度第2期に採択された漫画ワープロとは主従が逆の関係になる。作画機能は備えていない。ベースになっている技術の特許及び論文が公開されている。ありがとうございます。